こんにちは、佐々木ひろのです。今日は運が良くなる5つの習慣、八白土星をやります。私は普段働く女性やお母さんたちのお悩み相談カウンセリングをしたり、開運講座を行っています。このチャンネルではそんな女性たち対象に、今よりもっと美しく、もっと楽しく、もっと幸せになるような開運方法を分かりやすくお話ししています。ご興味ある方はぜひチャンネル登録お願いします。はい、それでは八白土星の運が良くなる5つの習慣。八白土星生まれの人は1947年、56年、65年、74年、83年、92年、2001年、2010年に生まれた人です。1番、目標設定と行動。八白土星は山を意味していることから、どっしりとした存在感があります。そして山の頂上を見つめて、いつかあの山を越えたいという目標設定をすることが大切な星になるんです。八白土星であったら目標がないと動けないという特徴もあります。あなたは目標設定していますか？何でもいいので、いつまでに何々をやるという期限を切って目標設定をして行動するようにしましょう。そのことでスイッチが入って行動できるようになります。2番、あの世とこの世の橋渡し役。八白土星は未明の1時から5時の時間帯を担当しています。真っ暗闇のスピリチュアルな時間帯が担当なんですね。見えない世界とこの現実世界の橋渡し役なんて言われています。ということは、ご先祖様と現代に生きる私たちとのつなぎ役でもあるということですね。そのため、八白土星の方はお墓参りがめちゃくちゃ大事になります。定期的にお墓参りに行って手を合わせるようにすると運勢が上がってきます。ぜひ試してみてください。3番、継承する。つなぎ目というところを担当している八白土星、引き継ぐとか後を継ぐという運勢がある方が多いです。会社や事業を継ぐ、文化を継承する、一家の後継ぎになる、そんなご縁が開運です。もしそんなお話があったら積極的に引き受けましょう。八白土星の方は不思議と長男が多かったり、女性でも長男のお嫁さんになる方が多いです。そのお家を引き継ぐという役割があるということですので、喜んで引き受けてください。また次男や三男であっても、後継ぎのいない会社を引き継ぐという運勢がやってきたりします。それは開運ですので、ぜひ引き受けるようにしましょう。積極的に引き受けて吉です。4番、積み上げる。八白土星は山を意味しています。山は石や土が積み上がってできたものですので、少しずつ積み上げていくという特徴を持っています。八白土星であったら毎日積み上げていくということが最も重要になります。練習を積み上げる、知識を積み上げる、経験を積み上げる、そして最後には大きな山ができて、また絶大な信頼も積み上がっています。結果を急ぐことなく、毎日コツコツ積み上げる、ぜひやってみてください。5番、変化させる。山の天気は変わりやすいということから、八白土星は変化を持っています。人生で何度も変化を繰り返すことが開運になるんです。
転職、引っ越し、時には結婚相手かもしれません。でも八白土星の方は過去にこだわっている方が多くて、変化するのを嫌う方も多いんですね。引っ越しで変化するというのが一番効果が高いですが、一生に何度もできるものではありませんので、家の中の模様替えなどで変化を楽しむような人生もおすすめです。もし変化がやってきたら拒まないで、ぜひその変化に乗るようにしましょう。そのことで今よりもっと開運していきますよ。はい、いかがだったでしょうか。八白土星の運が良くなる5つの習慣でした。もしご質問や感想がありましたら、コメント欄に記入していただけると嬉しいです。ご質問に関しては毎週木曜日行っている YouTube ライブでお返事しています。 YouTube ライブはサブチャンネルおしゃべり九星気学で行っていますので、ご興味ある方はそちらもぜひチャンネル登録お願いします。またもっと開運したい、何か開運活動をしてみたいというあなたには、キッチカフェオンラインサロンがおすすめです。私が毎朝行っている非番吉報、通称キチカフェという開運方法を1年間かけて習慣化するというオンラインサロンです。1ヶ月間の無料お試しから始められます。無料お試しは半年に一度の募集です。ヒロの公式 LINE からお知らせしていますので、ご興味ある方はそちらもぜひご登録ください。私と一緒に幸運体質になりましょう。最後までご視聴ありがとうございます。それでは今日はこの辺で、ごきげんよう。